皆さんこんにちは、ブタキムチです。スーパーマリオです。やっていきましょう。ここは大都会、ニュードンクシティだっけ。どこに行けばいいのかな？あ、すごい。なんかマリオの世界観にいなさそうな人たち。なんか頭身が違うんやけど。サイズ感が違うんやけど、世界観が違う。すごい。なんか、かつてディズニーとスクエアがコラボした、キングダムハーツのような世界観。オリン市長、喋りかけていきましょうか。あ、これ見たことあるぞ、この人。こんな時に来るとは、とんだ災難ですね。あの怪物が来てから、街は荒れる一方です。結婚式の宣伝をしているようなのですが、私たちを招待しているのでしょうか。もう一回話しかける？あ、同じことしか言わない。あ、道があるじゃん。じゃあこっち道なりに行こうか。これ画面にさ、雫がついてるのみんなわかるかな。すごいよね。これ大ジャンプ。なんかヒップドロップした後、なんか、え、ヒップドロップした後にジャンプしろって。あ、これか。なるほど。ヒップドロップした後 にジャンプ。街は危険です。とりあえず移動しましょうか。で、街の外れ、なんかいっぱいいる。これはキャプチャーできない。キャプチャーできない。あ、バイク？あ、乗れないのか。乗るかキャプチャーするかどっちかかと思ったけど、乗れないんだ。とりあえずコインゲッチュしといて。戦車、あ、これキャプチャーできるじゃん。あれ、こいつ確かキャプチャーできるよね。よし、やべ、どん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 と、あ、どんどん破壊していこう。よし、いいね。え、ここ怖いな。なんか滑りそう。大丈夫かな。このクリボーキャプチャーできる。よし。クリボーはね、滑らないから。いい感じ。よし、建設現場。多分これ強風でさ、滑るんじゃないかな。わからんけど。よし。え、てか、ここのさ、スーパーパワームーンの数多くない？めっちゃ何個あるんだよ。これ20個ぐらいない？あ、おしゃれ。これ面白いアイデアだね。ただ今のところあのパワームーンの痕跡がないんだよね。敵がめっちゃいる。よし、いて。で、これに電気にキャプチャー移動。ヘリポート。すごいよね。なんかマリオの世界観と全然ミスマッチなステージやのに、なんかそれが斬新。すごく。ニュードンク視聴者ライブ。あ、これ段差？段差か。この網目状なの、あ、金網なのかさ、段差なのかわからんかった。よし。え、マジそれ、いや、危ねえ。はい、と、このコイン欲しい。多分町の服っておしゃれそうやからな。手に入れておきましょう。あ、危ねえ、危なー。今めっちゃ危なかった。
あ、やべ。あ、いいぞ。いて。これ立体感がね、逆にやりづらい、マジで。もう。もう映像の立体性が逆にやりづらいんだよね。乗っちゃった、クリボー。よいしょ。いて。何これ、ちょ、すれ違うことがない二人。よいしょ。あ、これ登れるのか。なるほど。背中方向にジャンプ。いいね。で、一回下がってコイン取ろうか。よし。いいね。なんだかんだでこのご当地コインを15個集めてた。よいしょ。クッパと対面するのかな。さっきしたばっかだもんね。よし。もう こいつ難しいよ。でここの広場、ああ入り口か。その前にここ、ちょっと待って、無駄に大ジャンプしちゃった。ありがてーハート。よし、回復。しかも2倍になった。屋上だ、電気になって、よし。あ、話しかけてみようか。このままではエネルギーが全て吸い取られてしまいます。って言われてもな、これ観光客やし。ムカデみたい。こいつを倒すのか。はっ落とされ、落とされた。あ、ここでバトルね。なるほど。と決まればお前にキャプチャーしかない。よし、どうだ。あ、また撃つの。よし、すごい怖い。これ楽しい、こいつにキャプチャーするの。あー、これなんか方向変えてきそうやな、最終的に。これは破壊できないのか。エネルギーだ。
これ以上上が見上げれない。いけで、まだ来んのかそれ。あ、多分これで攻撃できるはず。いていていて、最後はあそこ。よし、さあ撃破。うん、ちょっと腐り気味のバナナですね。あげちゅニュードンクシティ封鎖中。あれ渡る都会の空、都市の再出発。この美人な人が市長か。邪魔者を追い払ったね。空も晴れやかだよ。さあクッパの追跡を再開しようか。パワームーンが足りないから町まで探しに行こう。とりあえず市長のところに行くか。あ、こいつが話したそうにしてるぞ。コリン市長がまだ何かお困りの様子でした。あ、そうなんだ。あ、あそこだね。とりあえずセーブしておいて、メインストリートの入り口。多分この正面だよね。あ、車も動いてる、すごーい。ドラム叩いてる人もいる。何困ってることって。ありがとうございます。街はだいぶ元通りに戻ってきました。こういった時こそ伝統のフェスティバルを開催したいのです。そのために私は4人の演奏者を探しています。え、いるじゃん、ここに1人ここに1人いるじゃん。すみません、お二人の話は聞こえていましたドラム弾きながら聞こえてたんやな。久しぶりのフェスティバルですね。みんな喜ぶでしょう。私でよろしければぜひ協力させてください。とりあえず1人目。あ、しかもパワームーンさらっとくれるんや。あ、ドラマー参入。メインホール。ありがとうございます。演奏者に声をかけていただいたのですね。フェスティバルにはあと3人必要です。いい人を見かけたら声をかけてください。了解。うん、ここの必要なパワームーンめっちゃ多いからな。つまり楽器弾いてそうな人を探せばいいんだね。屋上とかで弾いてたりしない？屋上から音楽が聞こえますって今言ってた、この人が。ほら、向いてる方向。屋上への行き方を調べないとね。とりあえずキャプチャーして、はいと。あ、一人いた。ベースじゃん。どうかされました？どのようなご用件ですか？お、面白い。市長はいつも行動が早いですね。いつでも準備はできています。私も参加させてください。あ、これで一人見つかった。で、パワームーンゲッチュー。ちゃんとベースっぽく裏拍を取ってるね。あ、これで二人目。 あと二人。
ベースの音かっこいい。で、屋上に行く方法、あ、そこから行けそうだよね。こっから行けない。なんか扉が開いてる。入ろうか。何ここ。いや、このミニゲーム的要素は俺ちょっと興味ないんだよ。すまん、ごめん。このミニゲーム的な要素は俺興味ないんだわ。帽子かかった。屋上に行く方法。ピアノの音が聞こえる。これは BGM なのか、それともがっつり弾いてる人がいるんやろか。わかんねえな。めちゃできんか。なんかにキャプチャーしたりもできへんしな。これなんか怪しくない？何これ。え、中に入れた。おう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 。よし、1個目、2個目、食べられた。よし、これ動かないから多分青いやつはこっちだな。あと一つ。あった。イエス。あ、これで少し腐ったバナナゲッチュー。どうやって帰るの？帰る道。こんなに難しいギミックじゃなかったね。回る迷路の中に。なんだかんだで6個見つかってる。で、問題のその屋上の行き方が分かんないな。そこから行けそう。あれかな、あと2人の演奏者はピアノとギターかな、それともボーカルかな。なんかボーカルってあの市長がやりそうじゃない。いた。あそこにいるじゃん。でもどう行くんだあそこまで。またさ、滑空する。なんか鳥いない、この辺に。滑空する鳥いない。あそこにいるんだよね。届く？届いたー。え、ここにあるよね。よし。あ、惜しい。よいしょ。わっほー、やっひー。さあ、とりあえずゲットしといて。あ、あそこにトランポリンがある。ちょっと待って。
わかる？あそこ。ね、あるよね。ということで、あそこのトランポリン使っていきましょうか。おっと。すごい、なんかオープンワールドだね。いや、マリオもこうなったか、すごいな。で、あれ下から行ける。ここでキャプチャーしてこれさ、普通の等身のさ人間が見るとマリオこれなんだこの生物って思われそうやな。で、ここにバネがある。これヒップドロップしていきましょう。そうすると、お、いいね。あ、細い道怖い。よいしょ。そうすると、あ、やっちまった。やっちまった。あ、救済措置それ。ありがてえ。よいしょ。よし。あー、びっくりした。さあ、話しかけていきましょう。こんなところまでまだわざわざ来られましてどうしました？ふむ市長が、なるほど、事情は分かりました。お誘いありがとうございます。フェスティバルに喜んで協力します。で、さらっとくれる。トランペッター参入。ってことはもうあと一人ピアノやな。ジャズ系やな。ここでエレキギターっていうのはないから、まず絶対ピアノだよね。で、なんかピアノの音色がね、ちょこっと向こうの方で聞こえた気がするんだ俺。ほら、あれ違う？この辺になるとさ、ピアノの音が強調される気がするんだけど、あれ何？あそこのあれ何？待って、この中にある。それはさておき、あれ何？見えねえ。いいね、着々と集まってるね。あとは多分ピアノだと思うんだよね。はーい。てか、これどうやって開けるんやろな。あ、もしかしてこのミニカーにキャプチャー？おう。すげえ。アクセル、ハンドル、6つ。6つ。よし。つまんな。ってことはこういうやつにもチャプチャーできるの無理やんな。はい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 。これ何回できたら触れるとかないのかな。スターを、スターじゃないわ。よいしょ。てかこいつら誰もいないのに縄跳び回してたんか。暇やな。みんなタキシード着てんのに。おう、なんてこれ 30回なんて止めません。え、30回飛んだらなんかいいことあんの？オッケーオッケー。今から、今から頼む、やらせてくれ。はい、いっか。
でもう一人の演奏者がどこにいるんだろう。なんかいろいろ遊んでて忘れてたけど、もう一人の演奏者がどこにいるか。あ、これマジ？そんなことしていいのマリオ。そんなことしていいの。よいしょ。もう一人の楽器は何なんだろうね。え、このゴミ袋中は？あ、スーパームーン。パワームーンなんだよね。俺なんかスーパームーンって言っちゃう。多分ね、スーパースターとかそういうとこから来てるんやと思うわ。なんかね、スーパームーンって言っちゃうんだよね。いや、気持ちは分かってもらえると思う、多分。うん。とりあえずこの辺のコインゲットしといて、あそこどうやって行くんやろ。で、とりあえず上の方行こうか。楽器ってさ、普通なんか屋内で弾かない普段。そんなさ、外で弾いてるやつなんていないよ。探すならさ、もっとなんか屋内で探さなあかん。待って、車欲しい。車でそこ行きたい。車来い、車、車来い、車来い、車。あーん、来ない。あと一人がどこなんだ。よいしょ。この中なんだっけ。なにこれ。え、こんなん楽勝じゃん。え、マジか。なにこの音符。あー、す、パームね。はい、ゲット。個室で音符集め。なんだかんだでさ、パームめっちゃ集まってきてんねんけど。で、もう一人の演奏者はどこにいるんだ。あ、いたー。しかもピアニストだと思ってたらギターじゃん。何ですか、私のファンではない御用ですか。なるほど、フェスティバルですか。久しぶりに腕が鳴りますね。それに市長が主催なら見返りが良さそう。いや、何でもありません。やりましょう。こいつ結構打算的やぞ。市長、ありがとうございます。これで演奏者が全員揃いました。でも新たな問題が、地下の発電所が動いていないようなのです。このままではフェスティバルが開催できません。地下、地下ね、地下。地下の発電所へ行かれるのですか。大きなマンホールから入れると思います。大きなマンホール。
これ何？これ？違うよね。これなんか月だよね。ほら、これだけさ、月を主張してるってことは、多分俺月も行くと思うんだよね。オデッセイ号で。いずれ。なんかそんな気がする。で、大きなマンホール発見。でもこれマンホールずらすって結構凶悪な犯罪だからね。これ気づかずに落ちたら人死ぬから。地下の発電所。年に何回かあるからマンホールずれてて人が死ぬっていう事件。よいしょ。はいと。よし。よいしょ。こんなに難しいステージじゃないね、ここは。なにこれ。わあ、危ね、ギリでも乗れた。ハートでチュー、これで全回復。あ、なるほど、これで倒れるんだ。あ、ちょ待って、行きすまうっそもうこっからかよ。よいしょ。おこ。ちょ、あ、やばい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 。よし、こっから。やばい、これ、やばい。上になんかあるな。
多分ね、上に何かある。ほら、あ、よかった、言っといて。下水道の宝。よし、入っていこうか。うん、ポリン市長。早いな、お前来るの。発電所が気になったので、私も来てしまいました。こんなところにまで怪物の仲間が来ていたのですね。はい、どう。おっと。よし。え、なんだかんだでさ、パワームーンめっちゃ手に入ってんじゃん。よっ、ゲット。トラブル解決、発電所。え、あれにヒップドロップしろってことやな。ありがとう、これで動きます。よし、あ、めっちゃ流れてきてる。それくれへん、ちょっとぐらい。ちょっとくれへん、それそれちょっとくれへん、俺に。ありがとうございます。発電所は問題なく動いています。いよいよフェスティバルが開催できますね。早速始めましょう。そうだ、せっかくの機会ですし、フェスティバルに参加してもらえませんか。やる。嬉しいです、よろしくお願いいたします。伝統のフェスティバル。みんなスーツやな。この国の伝統的なイベントです。さあ入っていきましょう。これでまたスーパームーンが手に入るんじゃないか。よいしょ、面白い。よし、下行った方が効率いいやんけ、これこれで市長のとこまで向かうのかな。あ、ハートゲッチュー。いけるのこれ、すごい、いけてる。なんでこんな苦行を強いられなあかんのフェスティバルでもっと楽なステージにしてくれよ。なんでこんなさ、火があったりしてさ、マリオに苦行を強いるフェスティバルなんやろ。何故マリオはこんなことをさせられてるんやろな。あ、コインが大量に入るからええけどさ、別に。あ、もったいない。ああいうのもったいないと思っちゃうよね。あ、上下が変わって元に戻った。 OK、 OK の文字がある。あ、ハートくれ、ハート。お、いいタイミングでハート。この世界にはキノコという概念はないのかな。あ、これドンキーだ、絶対上から投げてきてんの、さっき見えたもん。あ、やっちゃった。
あ、 OK じゃなくて DK じゃん。あれなんだよね、なんかあのさりげなくマリオのゲームよりドンキーのゲームの方が先に出たんだよね。でその時のマリオっていうのは名もなきヒーローだったんだよね確か。さあ元気はー、実はドンキーのゲームの方が先に出てるっていう。さあ出てきて、エスパネに参加していただきありがとうございました。これは私からのお礼です。わあめっちゃくれた。伝統のフェスティバル。あと2つぐらい足りないのかな。ちょっと探してみようか。どっかにあるかな。あ、そうだ、なんか服ない、ご当地の服。あ、タキシードとかありそうじゃない。いやこれはいいわ、マリオメーカーでめっちゃ見てるからさ。あんまりいい服ないな。せっかくやったらな、マリオのスーツも用意してくれたらいいのに。すごい帽子。何個かぶってる ?1,2,3,4,5 個もかぶってる、すごいな。ライフアップ。あ、ここでスーパームーン買えるじゃん。ちょっと待って。うん、ありがとう、あるぞ。スーパームーン買えるじゃん、ここで。買っていきましょう。ちょっと半ばなんかあの強引な取り方やけど、これで1個集まったね。あ、スーツいいね。で帽子もかぶって、おー、いいねー。さあ、あと一つ探しに行こう。あそこ何なんだろう。あそこどうやって行くんやろな。旅館がある。建設現場。ここにスーパームーンあったよ。パームーン。間違えた。なんかね、俺パームーンって言っちゃう。あ、スーパームーンって言っちゃうんだよね。え、スーパームーンあったでしょ、さっきのところに。で、あそこに絶対1個ぐらいはあるはずなんだよね。ここの扉開いてる、なんだ何これ。その波に逆らっていこうか。よいしょ。あ、こんなとこに出てきた、何これ。長押しで飛ぶ。どこ行くの？は？何ここ？ここで体を鍛えていただけます？よいしょ。
お前マリオを前によく体鍛えろって言えたな、お前。よいしょ。この強靭的な肉体を持ったマリオ相手によく体を鍛えろって言えたな。さあ、これで最後のムーンゲッチュで、もう他にないよね。の方も特にないよね、もう。ここからが本番？マジか。サスケ顔負けの。あ、振って振って振って。ここに欲しい。あ、やべ、落ちちゃった。よし。あ、後ろに飛んでった。よし。これ待とうか、ちょっと。おこ、よし。あ、もう一個あった。嬉しい。ぶら下がって高層ビルディング。あ、戻りましょう、戻りましょう。よし、これで次のステージ行けるんじゃないかな。で、ここにコイン発見。あ、いっか。あ、戻ろうか、オデッセイ号。あれ？戻れない？なんで？あ、離れすぎてるから？もしかして。あ、これでファーストトラベルが使えるんじゃないかな？ね、よし。よし、じゃあこれで20個集めたから頼むわ。いいね、着々と進んでいってる。この集める作業が苦にならないね。おお、もう83個も集めたんだ、すごい。さあ次はどこかな。あ、先が分かれたよ。クッパはどっちの国に行ったんだろう。雪の国、海の国。あー、どうしようかな。雪の国にしようか。先、雪の国だね。僕もそう思うよ。ってことで行っていきましょう。フェスティバルの熱気はすごかったね。よし、僕たちも頑張って追いかけないと。さてさて、これでも呼んでおこうかな。旅のワンポイントアドバイス、走り幅取り。遠くまでジャンプしたいときや、走るよりも早く前に進みたいときは、走りながらしゃがんでジャンプ、走り幅跳びで遠くまで飛べます。だって、それ使ったんだよね、さっき。次に雪の国も調べておこう。寒そう。レースが盛んな街らしいよ。
商品は純白のケーキ？あ、すごいね。なんか豆だね、クッパ。なんか普通になんかモテそう。豆な男の人。雪の国、パウダーボール。浮いてるなー、すごい。ケーキ泥棒の置き土産。はい、ということで、なんだっけ、になんとか都市の国忘れちゃったけど、あそこクリアしたところで今回はこれで終わりにしておきましょう。はい、次はこちらの雪の国クリアしていきたいと思います。はい、ということで終わります。じゃあねー。